日日常研究会とは、かつて同文書院が出版した、サブカルチャーハウスシリーズ本、日日常実用講座を執筆した、日本の企画、著作者集団である。1990年代半ばから2000年頃まで、活動した。代表漢字は S ・ヒュージエーカー。著作における記述によると、彼らは自らを、天下太平の世にあっても、 いざという時の心構えを忘れず、ありと、あらゆる非日常的な出来事を想定しては、会員相互の徹底的な議論と検証によってどんな人にも役に立つ完璧な解決法を編み出し、社会に貢献することを、無常の喜びとする心優しいボランティア研究者の集団と称している。IOU の会員訓は以下の3項目である。IOU には、 その出版物のカバーする領域が多岐にわたり、なおかつ短期間において多作であることから、かなり多くの会員が存在するものと思われる。執筆メンバーは、企画編集を担当した、リアスヒコが直接声をかけたか、あるいは、彼が所属する、出版物企画、編集制作会社である、株式会社合衆が集めたと推定されるライターたちで、ある。 代表漢字の S ・ヒュージンエイカーはもちろん架空の人物である。主な会員を以下に示す。IOU の著作は以下の非日常実用講座のみである。微考欄に勘を付したタイトルは韓国語版がも出版されているものである。また、新、文が付されているものは、それぞれ新書版及び文庫版が出版されていることを示す。 同文新書のカバー記述新調を文庫のカバー記述非日常研究会のその他の著書2008年1月15日閲覧ありがとうございます